マージョリー・リュウ、または、マージョリー・ M ・リュウは、アメリカ合衆国の小説家、漫画原作者、中国系アメリカ人。主に、パラノーマル・ロマンスや、アーバン・ファンタジーを手掛け、ニューヨーク・タイムズで、ベストセラーとなっている。小説の初女作は2007年のパラノーマル・ロマンス、虎の瞳がきらめく夜。漫画原作者としては、マーベル・コミックスから、ニックス、X-23。 ダーク・ウルバリー、映画、アベンジャーズ・コンフィデンシャル、ブラック・ウィドーパニッシャーのストーリー・原案を務めた。コミック、モンストレスの原作により、女性として、初めて2018年、アイズナー賞原作者部門を受賞。ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれ、ワシントン州シアトルで育つ。子供の頃からローライン・ガルス・ワイルダーの、大草原の小さな家や、ロバート・ルイス・スティーブンソン、 ジョーゼフ・キャンベル、チャールズ・ゲリント、ホルヘ・ヘルイス・ボルヘスなどが好きだった。ウィスコンシン州アップルトンのローレンス大学で、東アジアの言語と文化を専攻、生命倫理学を副専攻した。学部生の時に、あまたある X メンのファンサイトから良いデザインのものを参考にウェブデザインのスキルを身につけ、ファンサイト、ウルバリンジュビリーを作成した。子供の頃は、 コミックとは縁がなかったが、アニメやファンの二次創作物によって X、X 面のことは知っており、もっとよく知りたいという思いから、X 面とウルバリンのコミックを購入、自らもフランチャイズのファンとなり、X 面の二次創作を書き始め、これが物語作りの基礎を培う経験となった。卒業後、東アジアリーガルセンターとアメリカ国内でも、 バイオテクノロジー法のエキスパートが揃っていることに感動し、ウィスコンシン大学マディソン校のロースクールへ進学。アメリカ大使館の海外農業局で働きながら、北京でのインターンシップに参加し、中国政府の遺伝子組み換え食品輸入に関する新法に対処した。2003年5月に同校を卒業後、弁護士の資格を取得した。私生活では2011年から、 作家のジュノディアーズと交際している。好きなテレビ番組は、スターゲート、キャッスルミステリー作家は、事件が、お好き、ロストガール、アメージングレースなどである。マンハッタンのミッドタウンコミックスで著書にサインをする、リューロースクールは楽しかったが、卒業する頃には弁護士生活に夢を持てなくなり、作家を目指すことにした。詩や短編小説、ノンフィクションを上した後、 一ヶ月かけて書き上げた、諸女作、中国とアメリカを舞台としたパラノーマルロマンティック、アドベンチャー、虎の瞳がきらめく夜を出版社数社に送り、ドーチェスター出版がその版権を獲得し、2007年11月に刊行された。その後、同作の続編や、ディズ・マーベリックのクリムゾン・シティの続編、エーテイ・ストオブ・クリムゾンを執筆した、アリゾナ州ツーソンでのブックコンベンションで、 スパイダーマンに噴した少年を見て以前の自身のエージェントでマーベルコミックスのタイアップ小説を手掛ける作家を担当するだったルシエンダイバーにマーベルコミックスを書きたい旨を相談すると映画スパイダーマンが公開中で同作の作家は十分足りているが X メンの作家はいないと教えられた2005年に X メンの小説ダークミラーを書いた後 マーベルコミックスの編集者にコミックの仕事がしたいと伝え、初めて仕事を与えられたのはそれから3年後のことで、X メンのスピンオフ作品、ニックスだった。EN、ダニエルウェイトの共作ダークウルバリニア -23 シリーズを手掛けた。アストニッシング X メンの新しいライターとして、作画担当のマイク・パーキンスと共に、アナウンスされると、ノースターと、 恋人の結婚のエピソードが描かれた第51話はメディアの注目を集めた。ありがとうございます。